在来線、在来線とは、日本国有鉄道、国鉄及び、それを継承した JR における、新幹線鉄道以外の鉄道を指す概念で、具体的には、日本の鉄道路線のうち路面交通を除くもので、最高速度時速 60km 以下で走行するものを指す。日本の鉄道路線には、全国新幹線鉄道整備法、第2条に規定される。 新幹線鉄道、その主たる区間を列車が 200km 毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道とそうでない鉄道路線がある。在来線は1964年10月の東海道新幹線開業によって従来の国鉄路線を新幹線と区別するために生まれた概念である。従って新幹線がない時代には在来線の概念も定義もなかった。 その後、在来線は、日本の鉄道路線のうち路面交通を除くもので、最高速度時速百六十キロメートル以下で走行するものを指すようになっている。秋田新幹線や山形新幹線といった、いわゆるミニ新幹線は、旅客案内上、新幹線と称してはいるが、現状では主たる区間を時速二百キロメートル以上で走行できないため、これらの路線は、放置場は、 新幹線に当たらず、在来線に分類される。また、新幹線規格の設備や車両を使用していても、博多南線や上越線支線、上越新幹線の越後湯沢駅があら、湯沢駅間は、旅客営業上、在来線である。なお、日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法、国鉄再建法により、在来線は、幹線と、 地方交通線に分類されており、新幹線は全て幹線である。新幹線の語源は、新幹線。新幹線の開業に伴い、通常は在来線特急の利用者が新幹線へ移行するため、新幹線と並行する在来線、並行在来線問題も参照は、地域内輸送、新幹線の輸送の補完的な輸送、貨物列車あるは、夜行列車の運行が主体となり、 在来線は相対的に利用者が減少する。ただし、新幹線と在来線が並行していても、別会社による運営である場合など、博多駅小倉駅間、新大阪駅前原駅間、熱海駅東京駅間などは、地域の実情に合わせ在来線でも、特急列車や新快速などを積極的運行をしていることもある。1964年。 昭和39年10月1日に日本初の新幹線、東海道新幹線が開業したが、それまで新幹線がない時代には在来線という言葉や定義はなかった。新幹線の誕生に伴い、新幹線と従来の国鉄路線、当時、その後開業した在来線規格の路線を含むを対比させる大義語として生まれたレトロニムである。 整備新幹線については、1990年、平成2年12月24日の整備新幹線着工等についての政府、与党申し合わせにより、建設着工する区間の並行在来線は、開業時に JR の経営から分離することを認可前に確認することが合意された。さらに、1996年、平成8年12月25日の、 整備新幹線の取扱いについて、政府与党合意において、建設着工する区間の並行在来線については、従来通り、開業時に JR の経営から分離することとする。具体的な JR からの経営分離区間については、当該区間に関する工事実施計画の認可前に、沿線地方公共団体及び JR の同意を得て、確定する。とされた。よって、 整備新幹線の開業により、在来線特急等の運行が終了し、採算が見込めない路線を JR が新幹線と共に経営することによる負担化を避けるため、JR が収益を見込めると判断した区間など、口術以外に関しては経営分離ができるとされ、第三セクターの運営に委ねられている。なお、一部区間では廃線となっている。 JR 各社の負担軽減を理由として実施される、並行在来線の経営分離は、JR 時代に比べ運賃の大幅な上昇となる、場合がある。整備新幹線の建設と、並行在来線の経営分離が抱き合わせになったとで、整備新幹線沿線自治体を中心に、並行在来線の経営が、政治問題化している。JR と第三セクター区間を乗り継ぐ場合、区間によっては、 割引運賃が適用されている。整備新幹線と並行していても経営分離とならなかった在来線も存在する。例えば、津軽線の青森駅中小国駅間と海峡線の中小国駅、新中小国新号場間は、北海道新幹線新青森駅、新中小国新号場間に並行するが、津軽線は JR 東日本、北海道新幹線は、 JR 北海道と運営事業者が異なるため、経営分離とはならなかった。ルートでは、並行していても、並行在来線とはならない場合もある。飯山線の豊野駅飯山駅間は、北陸新幹線と地図上では、並行するが、北陸新幹線のルート上の制約でたまたま飯山駅を経由することにいったため、本来の並行在来線の意義から外れる同区間は、 平行在来線とはならず、北陸新幹線の延伸開業後も引き続き、JR 東日本が運営している。整備新幹線上に設置される新駅が既存の中心駅と異なる場合は、新幹線アクセス列車が走る区間の経営分離が問題となる。函館本線の新函館北斗駅、函館駅間には、函館ライナーが運転されてを、札幌延伸開業後は、 平行在来線となるため、経営分離される予定となっている。平行在来線から分岐する枝線の中には、花輪線や飯山線、七尾線のように、全列車が新幹線停車駅まで運行される路線もある。これらの路線の場合、経営分離区間の関係上、新幹線開業後は、第三セクター区間に乗り入れる運行形態に変更された。直通運転には、 JR の車両のみが使用されるため、型乗り入れによる運行となっている。平行在来線であっても、新幹線が新設されても、JR の負担が少なく利益が出ると想定される、区間や輸送体系上の事情といった理由で、JR が路線内で必要な区間を引き続き、保有して運営を行う場合にもある。九州新幹線鹿児島ルートに並行する、鹿児島本線。 必殺オレンジ鉄道に移管された八台駅、川内駅間を除くや北陸新幹線に並行する、新越本線、高崎駅横川駅間及び、篠野駅長野駅間に限るはこのケースである。九州新幹線では、並行在来線の上下分離方式の取り扱い、別記事内、九州新幹線並行在来線の扱いを、参照が検討されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。